お世話になります。リフォーム取材班になります。今回はですね、フローリングについてですね、少々、カタログを見て、フローリング素材を選ぶとかですね、その辺の価格のことについてからですね、まあ、接種支給ということも含めてですね、少々お話を申し上げられたらと思います。よろしくお願い申し上げます。まずですね、こちらですね、例えばパナソニックさんのウェブサイトとかですね、そういうところで、まあ、各メーカーですね、フローリングとかですね、いろんな言葉で検索していただけると分かると思うんですけども、まあ、いろんな本当メーカーがございます。フローリングもですね、床ですね、例えばこちらに今あるのが、パナソニックさんの、まあ、クラックレスフロアというですね、ブランドになってますのカタログですね。まあ、こういう形でですね、こういう素材ですよっていうのが分かるですね、サンプル帳に、なっておりますね。まあ、色とかもですね、まあ、出てますね。はい。で、大体がですね、まあ、目的や用途によって、まあ、フローリングの素材、あとは価格で、まあ、消費的には、まあ、選んでいくわけですけども、まあ、大体ですね、まあ、価格というものが、まあ、施工業者から説明を受けた場合にはですね、まあ、このようにですね、まあ、大体いくらですよっていうのが定価が出てます。はい、メーカーの定価が出ております。しかしこの金額で、まあ、ここに品番も出てますね。こういう、まあ、商品プラス施工費用ということで、まあ、工務店の業者選びをするわけなんですが、ここで一つポイントがですね、この定価というところなんですけども、こちら本当、まあ、このままこのご時世でございますから、接種支給というですね、例えばインターネットなんかで、まあ、自分で商品を見つけてですね、同じメーカーと型番の、まあ、商品を購入するということもできるかと思います。まあ、その場合ですね、工務店によってはですね、まあ、施工費用の方が少し上がったりとかですね、そういうこともあるかもしれません。その辺は、まあ、各工務店に問い合わせをしてですね、理想の、まあ、フローリングの、リフォームっていうのをすればいいのではないかというふうに思います。で、ですね、今回ですね、このパナソニックさんのですね、クラックレスフロアというですね、ところの、まあ、ポイントなんですけども、これ大体もうほとんど の現在いろんなメーカー出してますけども、大体ですね、ここですね、この4スターというですね、4つ星マークですね、大体こういう標準になっております。非常にワックスが不要でですね、非常の日常のですね、ワックス掛けをしなくても美しさですねというものが長持ちしたりとかですね、あとは擦り傷に、まあ、強かったりですとか、あとはそうですね、トイレですと、まあ、最近はクッションフロアのトイレも多いですけども、例えばその、まあ、ペットとかですね、そういう、まあ、汚れない美しい感じっていうのも、まあ、ありかなとは思っております。まあ、色も本当にですね、ちょっと見てみましょうか。これダークセピアというですね、色になりますね。結構黒いですね、まあ、黒いというか、まあ、濃いですね。あとは床暖房仕上げとかですね、まあ、冬でも、まあ、あったかかったりとかですね、あとは、まあ、車椅子のその汚れですとか傷なんかもつきにくかったりとか、そういう商品になってきますね。ほとんどで、このパナソニックさんのこの
フローリングのこちらのいい点というものがございまして、ちょっと注目しているのがですね、抗菌の塗装というものがされているということですね。抗菌の塗装ですね、非常にね、綺麗な木目にもなってますし、結構まあ水回り関係ですと喜ばれる方が多いのかなと思いますね。そういう形でございますね。ですからまあその工務店なんかにもし依頼するときにですね、もう必ずですね、フローリング工事一式平米とかっていう見積もりではなくって、商品プラス商品のお金がまずいくらであるか、ということですね。であとはまあその業者さんの見積もりを見て、どのくらいで商品を提供していただけるのか。例えばこのケースですと、例えばこの、まあ、チェリー色というところでちょっと見ていきたいと思います。このチェリー色ですね、まあ、これカタログですけども、チェリー色カバー、まあ、KEC12CE という品番でございます。価格の方が、1ケース、まあ、1坪ですね、これね、まあ、税込みで2万と370円ということですね。じゃあまあこれを消費者としては買うわけなんですけども、じゃあ一体いくらで 50% オフなのか 40% オフなのかとかですね、まあいろんな見積もりを取ってみたらいいと思います。まあ、そしてですね、一番丁寧なところ、必ずこのメーカーとあと型番ですね、品番ですね、こういうものが表示されている見積もりというもので定価が書いてあって、まあ、何十パーセントオフとかですね、何割引きとかですね、そういう見積もりというものが非常に消費者としては大事かなというふうには思ってきます。でプラス工事費用がいくらかというところで比較検討されるっていうのがフローリングのリフォームでの消費者的な観点でいくと、リフォームでのその上手な見積もりの取り方ということになってきます。そんな形ですかね。まあ一ついろんなメーカーからですね、こういうフローリングのですね、まあカタログですね、いろいろ取り寄せることってできますので、あとはですね、こういう、まあ、野田さんなんていうですね、メーカーもございますし、本当たくさんですね、いろんな、メーカーございますんでね、ぜひ資料請求などですね、積極的にされてみてですね、お気に入りの、まあ、フローリング素材を見つけての、まあ、リフォームというものはされてみてはいかがでしょうか。以上、どうもありがとうございました。失礼します。